コードシェア便、コードシェア便、コードシェア便とは一つの定期航空便に複数の航空会社の便名を付与して運行される便を指す。共同運航便とも呼ばれる。共同という名目ではあるが一部の例外を除いて運行面での協力は行われず、事実上は一つの便を複数の航空会社が発売している形態といっても差し障りない。 この運行形態は、複数社による座席の販売強化や、運行効率の向上を狙って実施される。全日本空輸、ANA の乗務員、航空機で運行される、国際線の例を挙げると、同じスターアライアンスメンバーである、アシアナ航空、中国国際航空、ユナイテッド航空、ルフトハンザドイツ航空などの便名が付与される場合がある。つまり、 ANA の航空機で運航される便でありながら、アシアナ航空の便としても、航空券が販売され、マイレージサービスについては、それぞれ購入した会社のサービスが受けられる。この際、チェックインや荷物の受け取りなどの手続きは、ANA のカウンターに出向く必要があり、利用客に対して混乱が発生する原因にも、なっている。したがって、コードシェア便を利用する場合には、 成田国際空港など航空会社によってターミナルが分かれている空港では受付カウンターの場所などをきちんと確認しないとターミナルを間違えることもある。表記上の違いとして自社が運用した社の販売分の席があるものを共同運航便、他社が運用し自社の販売分の席があるものを共同運送便と区別されていることがある。この例は一般には 鉄道時刻表として有名な JTB 時刻表、JTB パブリッシング発行に見られる。地方空港から大都市の国際空港を結ぶ便を中心に国内線でも高度シェア便が運航される。例えば、福岡空港から東京国際空港、羽田空港を結ぶ日本航空便においては、ブリティッシュエアウェイズやバンコクエアウェイズなど、那覇空港から 東京国際空港を結ぶ日本航空便において、カタール航空などの便名が付与される。これにより、国外の航空会社にとっては、日本の空港から自国まで、あるいはその逆経路も一貫して、便名上は自社の便として販売することが可能とな。同時に、日本の航空会社にとっては、国外の航空会社の利用客にまで販路が広がる。このような場合、 国外航空会社便として登場できるのは国際線と国内線との乗り継ぎを行う場合だけで国内線区間だけを登場する場合は実際に運行する航空会社便としてのみ購入可能とないる国内の航空会社同士においてもコードシェアが行われこの場合は大手航空会社が新興航空会社または地方に拠点を置く 地域航空会社の便を自社便として販売することが多い。日本航空は格安航空会社のジェットスター、ジャパンともコードシェアをしているが、同社運航便は JAL 国際線との乗り継ぎの場合に限って利用できる。大手航空会社にとっては低コストで就航値、便数を増加させることが、コードシェア相手の運航会社にとっては販路が強力な大手経由で、 一定数の座席確保が可能となる。利用客にとっても一社に集約して、マイレージサービス加算できることや、利用する時間帯や路線を選択できる幅が広がるなどのメリットがある。一部を除いて、大手航空会社のマイレージ特典航空券で利用することも可能である。日本航空の場合は、同社とコードシェアしている、フジドリームエアラインズ及びアマクサエアラインを、 ジャルビン名の特航空券として利用できる。ジェットスタージャパンについては、ジャルビン名では利用できないが、JJP 単独で利用可能な特典航空券も別途用意されている。全日本空輸の場合は、同社とコードシェアしている国内の航空会社すべてを、ANA ビン名の特典航空券で利用できる。2019年には、天草エアラインにおいて、運航乗務員が、 病気療養することとなり運行乗務員が不足する事態となり、同社便の欠航が多数発生する事態に陥った。そのため、同年8月からは、日本航空と天草エアラインのコードシェアを新たに、ジャルシ会社の JR 運行便において実施する。これは、天草エアラインが自社で運航している、大阪国際空港熊本空港線を、運行乗務員の不足が解消されるまでは、 j ェイ運行便でのコードシェアに置き換え、甘草エアラインの運行乗務員の不足に対する影響を抑える狙いがある。日本国内線におけるコードシェア関係は2015年4月1日現在、次の通りである。おおむね同一アライアンス間での共同運行が多く、設定される傾向にあるが、アライアンス加盟前からの共同運行が継続している場合など、 アライアンスをまたぐ事例も存在している。2010年代半ば以降、日本の国内大手2社では既存のアライアンスの提携だけではカバーできない国や地域の路線において、スカイチーム加盟航空会社とアライアンスをまたいで提携する事例及びライアンス未加盟航空会社と提携する事例が増えてきている。さらに、日本航空の場合には2017年以降、 ハワイアン航空との提携を皮切りに、スカイチーム加盟航空会社もしくはアライアンス、未加盟空会社との共同事業についても検討を進めている。以下では、日本国内における例を挙げる。以下の航空会社とコードシェア便による運航がある。以下に掲げる航空会社は全てスカイチームに属している。エールフランス、中国東方航空、 大韓航空はマイレージの提携も行っている20万1812月現在大海航空は日本韓国間路線に限りマイル加算特典利用の対象となる JAL のワンワールド加盟前はワンワールドスターアライアンススカイチーム加盟の航空会社と2社間提携によりコードシェアウィンが運航されていた二千十八年現在もスカイチーム加盟の 航空会社とのコードシェアが継続され、異なるアライアンス間におけるコードシェア便の運行が見られる。JAL のワンワールド加盟後もコードシェア便の拡充が図られている。2010年10月までは、スカイチームメンバーのアリタリア航空とのコードシェアを行っていたが、JAL のイタリア戦撤退により解消された。その後2018年3月に、 アリタリア航空は ANA と提携することが公表された。2012年3月24日までは、スターアライアンスメンバーのニュージーランド航空とも、コードシェアを行っていたが、同社は JAL との間でのコードシェア便運航を打ち切り、日本側のコードシェア相手を、スターアライアンスメンバーである ANA に変更した。2017年10月28日までは、 スターアライアンスメンバーの大国際航空ともコードシェアを行っていた。大国際航空は ANA と同一アライアンスであったが、JAL とのコードシェアは継続していた。2014年4月22日には大韓航空の日本発議路線の全便が JAL とのコードシェア便となった。2016年12月1日からマイレージの提携も開始。当初は 那覇発着を除く日本韓国間の路線における特典航空券利用に限られ大韓航空便名での JMB へのマイレージ加算はできなかったが2018年12月より日本韓国間に限り同社便名での JMB へマイレージ加算が可能となった合わせて那覇発着路線の特典利用も可能となったなお 日本韓国間直行便以外での同社特典航空権利用と JMB へのマイレージ加算はできない。2017年10月にはアエロメヒコ航空、同年11月にはアエロフロートロシア航空とのコードシェア提携に合意した。コードシェアとマイレージ提携は2018年以降実施予定。2018年に入りスカイチーム加盟である 中国東方航空及びカルダインドネシア航空との間で共同事業を行うことを検討していることを相次いで公表した。なお、共同事業の対象は中国東方航空が日本、中国本土間、カルダインドネシア航空は日本、インドネシア間である。中国本土、香港除くとインドネシアはワンワールド加盟の航空会社が今しない国である。 ガルーダインドネシア航空についてはこれまで ANA へと提携していたが、2018年10月以降は JAL ともコードシェアを実施、その後順次対象路線の拡充が進められ、マイレージの提携も今後実施される予定。ANA との提携も当面の間は継続され、1年後をめどにガルーダインドネシア航空は JALANA との中で日本での共同事業の相手を選択する見込み。 以下の航空会社とコードシェア便運航及びマイレージの提携を行っている2018年10月現在以下に掲げる航空会社はすべてスカイチームに属している下記に掲げる航空会社は ANA とのコードシェアを実施している区間に限ってマイレージの加算対象となる2013年10月30日にワンワールドへ加盟したカタール航空の東京 成田、大阪、関西同派船は、同社のワンワールド加盟当初において、同じく、ワンワールド加盟である JAL 及び、スターアライアンス加盟である ANA による、日本国内の航空大手2社による、コードシェア便となっていた。JAL と ANA の便名が、同時に付与される例は、成田、関西同派船のカタール航空運航便のであった。なお、2014年6月18日から開設された。 東京、羽田同派線は、JAL との間でのみ、コードシェアを実施し、ANA との間では、コードシェアをしなかった。カタール航空はもともと、ANA との間で2社間提携を行っており、カタール航空のワンワールド加盟以前は2社間での、コードシェアであった。同社のワンワールド加盟当初は、ANA とのコードシェアをそのままを継続し、JAL も、コードシェアに加わる形になった。 2014年8月31日をもって、ANA とカタール航空とのマイレージ提携を呼び、コードシェア便運行が終了し、カタール航空の日本での提携先は JAL に一本化された。なお、ワンワールド加盟前に ANA との間で、コードシェア便を運航していたマレーシア航空の場合は、同社のワンワールド加盟前の2012年5月31日を、 もって AN ウとの間でのコードシェア便運行とマレージ提携を打ち切り2012年7月1日から日本側のコードシェア相手を JAL に変更している。JAL とのマイレージ提携はマレーシア航空のワンワールド加盟日である2013年2月1日から開始された。タム航空はかつてスターアライアンスに加盟していた。2014年3月30日にスターアライアンスを脱退し、 翌日ワンワールドへ加盟したが ANA とのコードシェア便ング運行とマイレージ提携は継続となった。ただし、同社のスターアライアンス脱退後は ANA マイレージクラブにおいて上級会員になるための基準となっているプレミアムポイントの加算は対象外となった。また、タム航空の特典航空券も同社区間単独での利用となった。同社のワンワールド加盟日からはジャルトもマイレージの 提携を行っている。後に同社とのコードシェアについても実施されている。ANA とタム航空との提携は2016年3月26日まで継続されていた。US Airways はワンワールド加盟であるアメリカン航空との経営統合に伴い2014年3月30日にスターアライアンスを脱退し、翌日ワンワールドへ加盟したため同社の スターアライアンス脱退をもって ANA との間でのコードシェア便運航とマイレージ提携を打ち切り、日本側のマイレージの提携相手を JAL に変更した。完全統合に先立ち、経営統合相手のアメリカン航空と US a i r w との間でのコードシェアを2014年に開始。2015年3月にはマイレージをアメリカン航空側に統合した。同年10月をもって、 アメリカン航空に完全統合され消滅した。なお、マイレージの提携を JAL に変更した後、JAL と US Airways とのコードシェアに関しては、実施されなかった。2014年4月25日からは、ガルーダインドネシア航空と ANA の間で、コードシェア便運航とマイレージ提携が開始された。2016年1月12日、ANA とベトナム航空の間で、業務、 資本提携に関する基本合意書が締結したことが、両者より発表された。これに伴い、ANA は、ベトナム航空株式の約 8. 8、約8.8%を2兆4、310億ドン、約130億円で取得し、同社に対して、取締役を派遣する。さらに広範な業務提携を検討することとなる。コードシェア便や、マイレージサービスの相互提携は、 2016年10月から開始された。なお、ANA との提携に伴い、JAL とのコードシェア便の運行は終了した。2018年3月23日、ANA とアリタリア航空の間で包括提携契約を締結したことが両者より発表された。これに伴い2018年10月以降コードシェアとマイレージの提携を開始した。 人口減少などで経営環境が厳しくなっている地域航空会社の路線や大手航空会社系列の離島路線を維持していくため地域航空会社間での協業や経営統合などについて JAL ルグループ ANA グループ、天草エアラインなど地域航空各社と国土交通省との間で検討が進められているその一環として航空会社の系列を超えた コードシェアが検討されており、関係者間で収益性向上に有用であると認識が共有されている状況である。先行的な取り組みとして、JAL のマイルを ANA の提携航空会社である、オリエンタルエアブリッジの長崎離島路線、ANA のマイルを JAL グループの航空会社である、日本エアコミューターの奄美群島路の運賃支払いに、 利用できるクーポンの特典を期間限定で導入した。共同運行には機材や乗務員についても運行会社を超えて共通化するケースが稀にある。こういった形態をジョイントオペレーションと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。